アイスクリームバナナの斑入り苗というのは、黄斑優勢ですので、成長は、まあのスピードですね。こちらのみたいに、後で薄い緑、ライムグリーンみたいになっていくにしても、最初白斑優位ですと、ドワーフナムワということもありますけれども、やはり成長スピードは緩慢に感じますね。アイスクリームバナナ苗は、斑入りであるなしにかかわらず、大体は成長スピードは順調な方だと思うんですけどもね。これで、そうですね、本年10月末まではプラス成長を続けるでしょうから、来年の変な時というのは、秋が深まってからの出来とか、そういう風にはなってほしくないんですが、できればあんまりスピードアップしないでくれて、再来年の出来、7月出来だと嬉しいんですが、どうなるかはまたこの次の冬の気象条件に左右されると思いますんでね、よくわかりませんけれども。このタイベジェタブル2番目の開花結実中のタイベジェタブルバナナのところから山道の方に出てきて見たら、段数がもうちょっと見えますね。ここから肉眼で見ますと、最終的には7、8段の着火かなと思われますね。これは良好な収穫になるでしょうね。